日本東京都江戸川区小松川小松川は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は小松川1丁目から小松川4丁目が設置されている。3丁目の一部と4丁目は住居表示未実施。郵便番号132-0034。現在の町名小松川に平井を加えた荒川衛生の地域は江戸川区の行政上小松川地域と呼ばれる。 小松川という地名は古くはさらに広い範囲を指していた。野菜の小松菜の名は江戸時代に小松川付近で栽培されていたことに由来する。本校歴史説では小松川という地名の変遷についても述べる。江戸川区北西部に位置し、荒川、旧中川をもって道下本土から分離されている。町域は東、南、西岡線に囲まれ、北隣の平井の他に、 陸続きでは移動できない。町域南半は公園が多く立地している。北は平井1.2丁目。東は荒川、中川を挟んで対岸に西小松川町、東小松川3に4丁目及び船堀1.2丁目。南は江東区東砂3丁目。西は旧中川を挟んで対岸に江東区大島と隣接している。小松川という地名は、 小松川という河川の名に由来する。この川は小松村に水源があり、中川に注いでいた。中世にはこの川の周辺の地名として、東小松川村、西小松川村の名が現れるが、現在の行政地名、小松川及び江戸川区の地域名称、小松川地域の範囲に至るまでには大きな変遷がある。かつての小松川は、 現在の江戸川区中央部の広い領域を指していた。1889年に町村制が施行されると、南葛飾郡坂西村、西小松川村、東小松川村の領域が組み替えられ、小松川村、松江村、船堀村が発足した。このため三村にそれぞれ西小松川、東小松川の大技があった。1914年、 荒川放水路設置に伴い分断された平井村、小松川村、船堀村が廃止されるなど、町村の再編成が行われた。この際、旧小松川村の放水路移お及び旧平井村の放水路移難を領域として、新たに小松川町が発足した。現在の江戸川区の小松川地域はむねこの小松川町の町域で、 そのうちの旧小松川村の領域がむね現在の小松川にあたる。なお、旧小松川村の領域の広い部分を占めていた、放水路伊藤は松江村に編入された。放水路伊藤に現在もある東小松川、西小松川町の町名は、松江村に編入された旧小松川村の一部であった名残である。小松名をめぐる、 伝承のあるかつての西小松川村の鎮守、新小岩香取神社や東小松川村の鎮守、東小松川香取神社は、いずれも現在の中央4丁目に位置している。1932年に南葛飾郡全域が東京市に編入された。リバーウェスト商店街1932年の江戸川区成立時に小松川一から4丁目として成立した。 1936年、小松川神社が創建された。小松川の住民は、珍珠である新小岩香取神社や、西小松川天祖神社への参拝路が、放水路によって隔てられたため、両者よりの感情を受けたものである。当地区では1988年以降、順次住居表示が実施され、実施前と実施後では町名の境が変更されている。1988年、 1> 現一丁目の大部分において、住居表示が実施された。1993年、現二丁目の一部において、住居表示が実施された。1996年、現一丁目の座にオ、現二丁目の座にオ、現三丁目の大部分において、住居表示が実施された。三丁目の一部と四丁目は住居表示未実施である。市街地再開発事業と合わせた。 高規格定防事業でかさ上げが行われ、0メートル地帯の中心部であるが、周囲より高台となっている。平成2年から事業が始まり、平成26年度に事業が完了した。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、 学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。すべてと A バスの路線である。小松菜の名は小松川の地名が由来である。もともと、河西菜と呼ばれていた青菜を江戸時代中期に品種改良し、小松川付近で栽培するようになったことから、小松菜と呼んだという説がある。新編武蔵風土機構には、名は、 東、河西領小松川編の山を加索とす。世に、小松名と小瀬里とある。伝承によれば、徳川吉宗が高狩りを行い、西小松川村の香取神社に立ち寄った際に、官主が地元の青名を教したところ、吉宗がこの名の名前を問い、特に名がないために、官主が急したので、吉宗が小松名と呼ぶようにと言ったとされる。ただし、命名したのは、 徳川綱吉とする話もある。ありがとうございます。